ートしましょう。よし。いただきます。いただきます。お疲れです。たまには多いお茶もいいんじゃない？ね、ポチさん。美味しいお茶飲んで美味しいタバコ吸いましょう。一服。いや、最高の休日ですね。本当に。美味しいケーキ買ってきて、さっきランチして、家族とね、ランチして、で、ぶどうはね、あれだね、今日のね、ディナーだね、最高っちゃい、ほんまに。あー、そこのぶどう美味しいんだよね。去年さ、本当にさ、週一でさ、あれだもんね、家族とさ、うちらが行って、ね、家族が行ってて、交代交代でね、あのぶどう屋さん行ったもんね。もう今のシーズンしか、ね、食べれないじゃん、巨峰マスカットって。巨峰マスカット両方好きなんだけど、どっちかって言ったらやっぱ巨峰の方が好きなんだよね、うちらはね。家族はね、マスカットの方が好きって言うんだけどさ、まあどっちも美味しいからいいんじゃないっていう話なんだよね。いやー、しかし最高だった。いやー、利根川にさ、今日行ってたじゃない。あそこあれだもんね、今年の花見以来だもんね。もう釣りもさ、やってないからさ、いいんじゃない。あそこいいね、ちょうどデートコースには。あそこ行って作ったと思って、イタリアンガリージさ、買って帰ればよかったなと思った。ランチにピッツァ、最近ちょっと食べてないからさ、作ったと思ったね。すぐあそこのね、利根川行ってね、イタコツイグの反対側やけんさ、作ったなーと思って、それね、ちょっとね、あれと思って家帰ってた時思ったもんね。あ、作ったイタリアンガリージ行けばよかったって。ちょっとちょいしくりだよね。ごめんね、こいつ調子食ったって感じやね。まあまあまあ、またね、来週行けばいいんですよ。基本土日はね、私はね、ポーティちゃんとね、常にデートするからね。近場だろうが、家から30分ぐらいのところだろうが、まあ行って帰ってくるとね、1時間やけんさ、そんな感じでさ、ぶらりぶらりするもんね。休日はやっぱりね、天気がいい日はね、デートしないとね、嫌ですよね。ほんでまた月曜日から仕事にね、専念するというね。最高ですよ。ちょうどね、去年の今頃ね、あれでもね、中禅寺湖行って金谷ホテル泊まってきた、ね、今年はね、ちょっとね、旅行がね、ちょっとあれだけどね、とりあえずね、東京行きたいんですよ。まあ今月いっぱいね、とりあえず緊急事態宣言がね、明けるまではね、まあこの辺うろうろして、地元をね、うろうろして、テニスのね、ラケットのね、ちょっとガッと、今使ってるさ、バーバラのラケットさ、売ってウィルソンにしたいなと思ってんだよね。新しいさ、やつで出たけんさ、最高の休日。幸せとはまさにこのことだね、ポジちゃんね。最高ですよ、最高です。仕事できて、お互いに、ね、デートできて、こんな幸せはないけんね。もう私たちは幸せですよ、ね、ポジちゃん。マジ今日天気いいけんね。まだまだ暑いですね。体調管理しっかりしないとね、またね、寒くなったと思ったらまた急に暑いしね。で、日中ね、温度差が、ね、ちょっとあるんでね。よし、そんな感じですかね。しゃ、じゃあゆっくりしましょう。オブリガード。